眼帯があんまり良くないな。高校生かな。下校の時間か。なぜか靴が置いてある。もうここ数年パソコンからさプリンターを使うことってのがなくて、一応プリンターは持ってるけど設置してはあるけど、どうだろう、1年に1回年賀状の季節、年末ぐらいに使うぐらいかね。ほとんど使わないですよね。どうなんだろう、みんな。まあ、プリンターを使う機会がかなり減ったなと思いますね。反面ドキュメントスキャナーはね、毎日のように使うかな。毎日は大げさかもしれないけど、まあ常に使ってますね。今使ってるドキュメントスキャナーは PFU だっけ、富士通のスキャンスナップIX1500 だかな。 IX1500 だったと思ったけど、カラスが、遅いな。ここにいます。カラスが、お、地鳴りがする。すごい地鳴り。すごい音だ。この地鳴りでカラスくん騒いでるのかな。眠くか。それでスキャンスナップを使ってるんですけど、届く郵便物とかね、保証書とか、場合によっては取扱説明書的なもの、ペラのね、まあ、本みたいになっちゃってるものは無理だけど、ペラものはもう全部それでスキャンして、で可能なものはスキャンした後削除っていう風にしてます。でそのスキャンした、まあ、多くの人の疑問っていうのはそれでどうすんのってことだと思うんだけど、スキャンしてもそれが
どこにあるかわからなくなるっていうことが多いと思うんですよね。で、昔はね、ちゃんとフォルダ分けしたりとか、そういうソフトウェアを使ったりとかして、仕分けをしてたんだけど、結構それもね、大変な手間がかかるし、忘れるとね、途端にその仕組みが崩壊してしまうんで、最近のやり方は、まずスキャンスナップでスキャンしたものは、全部スキャンスナップクラウドだったか。っていうね、まあ、iPhone アプリも Mac アプリもあるんだけど、そのスキャンスナップクラウドにまず入ると、スキャンしたものは必ずそこにを経由すると。それで2週間ぐらいだったかな、スキャンしてから2週間後ぐらいにはそこから削除されちゃうんだけど、まずはそこにね、格納される。で、その格納された時に自動的にファイル名をつけてくれる機能があって、日付と時刻はもちろんのこと、その読み取った、紙の中に書かれているテキストを OCR で読み取って、まあ良さそうなタイトルをつけてくれるわけなんだけど、まあこれもね、読み取りは正確かもしれないけど、なんだろう、思った通りのタイトルをつけてくれるわけじゃないから、スキャンしてクラウドに保存されてアプリに通知が来て、そしたらそれを開いて、でファイル名はそこで変えちゃうんですね、っていう手順を取ります。でもってさらに、そのスキャンスナップでスキャンスナップクラウドに経由したものがドロップボックスの所定のフォルダと同期するようにしてるんですね。そうすることで、後からファイル名を変えてもドロップボックスの中のファイルも名前が変わるんですよ。これがなかなか便利で、スキャンだけしておいて 2,3 日後にファイル名をまとめて整理して変えようなんてやっても、ドロップボックスの中のファイルまでも変わってくれるというね、これすごいところで、とにかくスキャンしたものはドロップボックスに最終的に収まってると。で、その中はファイル名が日付と時刻で書かれてるから、縦に並ぶわけですよね。鳩たちがここに映ってるかな、鳩がいっぱいいる、っていうふうにスキャンスナップのスキャンしたものは全部最終的にドロップボックスに入るようになってます。で、日付時間を区切り文字なしでつなげていく、命名方式にして -何々っていうタイトルが入ると。だからドロップボックスの中で簡単に見分けがつくっていうね、日付順にまず並んでるし、タイトルをちゃんとつけておけば探すのも難しくない。で、あとね、 iPhone の自分が使ってるのは Swift Scan っていうアプリを使っていて、その買い切りプロ版っていうのを使っていて、それがなかなか iPhone のカメラを使ったスキャナーアプリとしては優秀で、多分中国メーカーが作ってるんだと思うんだけど、それで撮ったものも同じスキャンスナップと同じフォルダーにアップロードされるようにしておくんですね。で、そうすることでリアルな紙でスキャンスナップで撮れるものはスキャンスナップで読み取ってドロップボックスで、外に出てる時とか iPhone で撮った方が良さそうな時は iPhone でその Swift スキャンで撮って、それが同じドロップボックスに入ると。で、同じファイル命名方法でつけてるから縦に並ぶっていうことですね、日付順に。で、この2つを使って基本的にドキュメントスキャンをしているってことです。
これは仕事用だろうが個人用だろうが、管理してる利用してるのは一人の人間なので、もうごっちゃにしてます。これ分けてた時もあるんだけど、その必要ないね。使ってるのは同じに一人の人間だからっていうふうにドキュメントスキャンは管理してます。で、 iPhone のメモアプリとかもスキャン、ドキュメントスキャンのね性能が上がって使いやすいんだけど、そのアーカイブしていこうという意味では、その自動的にドロップボックスに転送されたりはしないからね、その辺は使い分けだけどね。基本的にアーカイブしとく、後で読むとかさ、取っておきたいものは今のスキャンスナップかスイフトスキャンのどちらかでスキャンして放り込むと。あと、まあ PDF とか画像であれば同じフォルダに放り込んでおけば、まあ、結果的に同じことになるので、どのアプリを経由したかは別で、どこに収まってるかが重要だと思うんでね。それが最近のドキュメントスキャンの方式です。例えばカメラの取扱説明書とかウェブからダウンロードしてきて、その中に放り込むと。同じファイル名の命名保証法で放り込んでおく、そんな感じで使ってます。まあ、いろいろ試したけど、これが一番長続きするし、後で検索するときも探しやすいし、なかなか便利ですよ。マスクしてるから息切れが。この辺にしておきましょう。はい、今日も短いですけど、こんなところで。ではまた明日。